してくださってたらあれなんですか、通知来るんですかね皆さん、なんか来た、疲れてるんと大丈夫ですよ、元気ですよ。今日もねちょっと撮影があったので、ゲリラ配信かもって朝からスマホにお待たせしました。あ、通知来るんや、やっぱもまめ、あ、もまめ撮ってくださったんですか、ありがとうございます。返信絵文字送っても、あ、全然大丈夫です。なんかね、でももまめの返信でなんかよく写真も送ってくださる方が いらっしゃるらしいんですけど、写真は見ることができなくてごめんなさい。ポニーテール、今日もポニーテールです。オンラインの合間、あ、今日は先輩方がオンラインお話し会してらっしゃるのかな。今日のマイティも可愛い、車運転してたから止めたわちゃんと安全なとこに止めてますか。ほんまにね、今何分やろ、30分ぐらいからほんまに15分ぐらいしかちょっとできないんやけど、やっほー、来てくれて嬉しい、こんな微妙な時間に。こんにちはマイティ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、可愛すぎる、嬉しすぎる。開業はなくなるって聞いたけど、あー確かに、結構こう長文送ってくださる方とかドロ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 って、可愛い、押してもいいですか、押すしかないでしょ、押すしかないでしょダンスうまい子だ、え、ありがとうございますそんな覚え方をしてくださってるんですね。あ、短くても配信してくれるの嬉しい、やった。短く、ん、昨日ブログに情報提供した、ありがとう。マイティの握手会楽しみ、オンライン話し会ほんまに楽しみ、ギリギリ見られてる、 見られてる状態です。皆さん今何してるんですか。ん、15分やらないと毎日アイドル継続にならない、あ、ショールーム配信ですか。毎日な、できたらしたいんやけどな、今日お昼まだ食べてないの、お腹すいた。何食べました皆さん。はい、押しますちょろいで押してください。さっき7期密着10見た、10話はね確か10周年のやつかな、ありがとう。水曜日行ったけど身長あるからかっこいい、かっこいい、やった、身長は 164.5 かな。これからお昼ご飯いっぱい食べてね、仕事終わってまったりお疲れ様。テスト勉強しました、テスト前もテスト勉強しな、マック着てる、お、いいですね、リップ綺麗、うん、マイティのファンのことなんていうの。そう、昨日ねショールームでその話してたんですけど結局決まらず、どうしよっかな、マイティ、マイマイマヨラ先輩たちは全グループ参加の、あ、全悪じゃないな、あれか、あれやね、あの名前が出てこらへん、私たちも12月1月ねオンライン話会あるんで、皆さんおしゃべりしましょうね。マイティの好きなポテト食べたい、前も食べたいポテト、ちなつ仕事頑張れ、しんどいよな、頑張りましょう。いつからテストなん。12月のね最初の方かな。いやー、ポニーテよくしますよ、結構ポニーテル好評なんですよ皆さんから、そんなんいっぱいしちゃうやんか。マイティこんにちは、今日も可愛いよ、やった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 中川みおんちゃんとの話し会準備してる。お話し会前って緊張しますか。なんか自分もね、あの前だってだってだっての私が NMB48 に入る前に、あの山本彩香さんのねお話し会とかをちょうど申し込んでたんですよ。
だからほんまに時間ギリギリまでねずっとこう化粧直ししたりとかめっちゃ緊張してた。実は1月のオンラインを申し込みもしてます。なんだと？なんだと？ありがとうございます。配信慣れてきたね。ちょっと慣れてきた。でもねまだね間違えてコメントを見て通報しちゃいそうになる今ももう4回ぐらいね。こじりんの子、あ、そう、まだ見れてないんです。かりんさんの公演の配信早く見な。見たい。でもねなんかワルキーを歌ったっていうのは聞いて早く見なければ。ウインクしてどう？昨日もしたけどなんか口も一緒に動くやなって言われちゃった頭良さそうやからテストちょろいはず。頭良さそうって思うでしょ。私も結構頭良さそうって言われるんですけどね。もう、うん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 って感じ。髪ゆらゆらでつられそう。そんなんずっと揺らしたくますよ私。あでもなんかねなんかのサイトみたいなんで男の人はなんかイヤリングとかアクセサリーとかポニーテールとかのこう揺れるものに惹かれるっていうのを見たからずっと揺らしとこオンラインは画面切り替わると緊張する。あれ難しい。あやっぱりな結構なんか不具合っていうのかなこう電波とかで繋がらへんとかもあるっぽいな。あーやんと何話してたの？なんかさあーやんさんは1個しか当たらへんくてでその時ズームやったから確かね30秒お話できたんですよ。でヤッホーみたいな感じの話してあで私が彩香さんの前髪がこうセンター分けの前髪がすごい好きやってそう、それでその時にちょうどパッて画面切り替わったら彩香さんがセンター分けをしてらっしゃってやばいと思ってでセンター分けめっちゃ好きみたいなの言ってそうでなんかあだ名考えてほしいって言われたから言われたからじゃあ彩香さんがじゃあマイチって言ってくださったんです。でも私は今あだ名はマイティです。ごめんなさいそう私はあだ名こうニックネーム NMB48 で決めるときにねマイティとかいろいろ考えたんですよ。他にもマイチとかもあって候補にそうでもオーダーマイさんが確かマイチだったのでちょっと似ちゃうなと思ってマイティにしたんやけど通報してください。みんな通報しましょうか通報イベントになっちゃう。通報配信。公演やっぱ当たらないんですか。ありがたいですね。でもいつかやりたいな。ワルキーはコジリンとアーヤのどっちかにして。なんやろ、私が入る前はずっと彩香さんのお宅をしてたんですけどこのコンサート期間でちょっとかりんさんに一目惚れをしてしまって他にも私は一目惚れした先輩がいっぱいいます。選ばれへんマイティ漫画読んだりする？漫画読まへん。でもアニメもあんま見えへんねんけどあれは見てました。進撃の巨人は一時期めっちゃハマりました。アンジュちゃんとどっちが頭いいですか？いや、マイやな神対応、そっちの神かい。天神姫すぐ噛んじゃうねんな。なるやん、7期で復帰したなるなるってそうなんです。私は小賀なるみさんに似てるって言っていただけることが多いので。似てますか？どう？揺れるものにはすぐ釣られます。そんなんもうじゃしっかり者の印象を受けました。え、そう、私めっちゃしっかり者って言われるんですよね。1枚や、今度来る。え、これで1枚で10秒？1枚で10秒だったら
え、その繋がって、はじめまして、はじめましてでもう終わっちゃいそうですね。なんか言うこと考えないと。マイティちゃん、声のパフォーマンス見て好きになりました。応援してます。やった、ありがとうございます。先輩にマイチ言ったから。そうなんです、だ横断マイさんはマイチだったんですけど、私がニックネーム考えるときに考えてたのはマイチーの伸ばし棒やったんですけど、でもマイティにした。はじめまして、こんにちは、はじめまして、お初です、こんにちは。2020倍キャラ、可愛いキャラ狙っていきましょう。じゃあ2021倍、2021年は可愛いキャラ、私可愛いキャラなんかな。若ぽんやひなちょみたいに大学目指しますか。今のところは私は NMB48 が大好きなので、 NMB48 の活動を頑張ろうと思ってます。明日のも外れました。いつか当たりますように。毎回申し込んでるけど、これやっぱり当たりにくいんですね。あれは本物の悪気あえた、あの舞台裏でお会いしたんですけど、あのお話とかは全然してないんですけど、美しかったです。 DD いや分かりました、私もあの DD さんの気持ちが。でいやほんまに NMB ってなんか何やろ、選ばれへん。正直私もあの彩香さんがずっと好きやったんですけど、リカティさんも好きやったし、ユイナさんも好きやったし、もういっぱいいました推しは。 DD に寛容なんや。まあまあまあ、でもやっぱりね、単推し単推しの方が好きなので、私は。いや嘘です、みんな好き。今日の服そうかわいい。おー危ない危ない。今日はねワンピースなんです。こんにちは、こんにちは、ありがとうござります。ヤマリナに似てるなと。あでも私結構ね似てる、あのね、あの金吉さんにも似てるって言われたりとか、結構ね似てるって言われたりすることが多くて嬉しい。まいちゃん人にあだ名つけるの得意。え、なんかすぐパッと思いつかへんけど、あお話し会とかででも決めれたらいいな。ふうわちゃん絶滅黒髪少女で噛んで後ろなあれですね、23日のウィルビーアイドル公演のやつやな。そうなんです、ふうわがめちゃめちゃ大事なところで、絶滅なんか何だっけ、絶めっちゃいいところでね噛んで、私も正直下向きながらちょっと笑っちゃって、その客席からもちょっと笑い声聞こえたんですよ。だから笑ったあかん笑ったあかんって思いながらちょっと笑っちゃった。え、1枚15秒か。こんにちは、はじめまして、はじめまして、私服ですか。私服ですよ。どう黒。12月枚数少ないよ。1月はお邪魔しました、ありがとうございました。チピッピ甘いもの、いや内装出たのに間に合わんかったん。男の立場で言うのなんだけど、女の子に人気出そうだと思って。本当ですか、それは嬉しい。魅力的な子が多いから、え、ほんまに。もう NMB はマイティー単推しだよ。本当ですか。いやでも単押しじゃなくても、なんかもう押してくださってるだけで私はもう嬉しい。そのなんやろ、候補に入ってるだけで嬉しい。ありがとうございます、本当にいつも。気持ちは単押しです。気持ちってなんや、気持ちってなんや。押し変はしない、押し増しするだけ。あ、押し増し、私は押し増しですか。アイドルなら前公演とか入ってましたよ、 NMB48 シアター。こんにちは、まいちゃん。こんにちは。そう、よくわかりましたね。コージュロイっていう生地なんです。なんかしっとりしたワンピース、しっとりした生地の。
でね、後ろはねこうなんかリボンになってるんです。見えますか？これね、私お話し会の時に着ようと思ってたのに今日着ちゃった。ビジュアルがね、ムービーっぽいんやね。え、まあいい？あ、前髪が。10周年グッズマイティの買えばよかった、買えばよかったのに。うー、俺を単押しに変えてみやがれ。任せろ、覚えとけよ、覚えとけよ。初見で失礼な発言なんですが、磯さんに似てる。え、似てますか？全然失礼じゃないですよ、そんな。ありがとうございます。ミュウだけ12時まで。あ、確かコハタも12時までできる気がする。ヒールで踊れるの？え、もう全然慣れへん。もういつもグラグラ、ずっとグラグラしてます。声に癒される、声癒される。え、私めっちゃ声低いんですよ。だからちょっと今もね、高め高めにしようと思ってるんですけど、7期生密着でマイティ優しすぎて天使やってなった。やった天使。1月は結構やった、いっぱい話しましょう。ただいま13時45分やって、みんなに倒しってよ。わ、ほんまや、あの DD の方でも一人一人に倒し倒しって言ったら、三好あーやんなので、あーやマイティがあーやん。いや、ほんまになんか今は好きっていう気持ちもあるんですけども、なんか憧れがすごいです。憧れ、多分ってなんや、多分ってなんや。俺は5期ドラさん推しで、そこに7期も入れるように頑張りますね。元ファンで、ファンの気持ち分かるって、ほんまに私も皆さんの気持ち分かりますからね。もうとか言ってマイティおしゃれやん。おしゃれでしょ今日。いつもあんま着いひんかも、こういうの。ちょっとここのパフ、あの肩がパフパフしてる服好き。お話し会でも今日の服着て。え、着ようかな。ずっとかん、え、ずっとな、これを貯めてたのに今日着ちゃってん。7期生全員の単押しです、それ。箱押しじゃないお姉さんの勝手に来たりする。そう、お姉ちゃんと服兼用したりよくしてた。記憶から消しとくので、お話し会でも来てください。じゃあ皆さん、今日のスクショとか全部消してくださいね。もう今日の配信はなかったことに初めまして、しっかりしてるし、ダンスも上手くて気になってます。やってさ、やって、ありがとうございます。今日からモモメ撮らせてもらいます。やった、マイティミネル楽しみにしててくださいね。ヤエバがキュートです。ヤエバイヤーや。ブログのコメントとかってどのタイミングで見てる？え、もうあの私は何やろ、暇さえあればブログのコメントとかチェックしてるし、モモメとかも見てるから。インスタ早く解禁、そうですね、 SNS まだやからな。マイティもアーヤンのまま撮ってましたよ、あやかさんのまま。身長は 164.5cm、 足のサイズは24ぐらいかな、24かそれぐらいかな。申し込める分は全部投げてるで、ありがとう。楽しみ、喋るの DD なんで1月お話し会参加しますねありがとうございます。ふわりんが寝落ち電話した時、お母さんがマイチャーって叫んでるのを聞いてて、え、そうそう、前多分多めで私送ったんですけど、フーワと電話してて、私が寝落ちしちゃったんですよ。でもフーワがずっと電話つけっぱなしで、じゃあマイのママがなんか、マイ早起き、布団でねっていうのをめっちゃ叫んでるのをフーワに聞かれてて恥ずかしい。ママ、ママ大好き。ママ見てるかな今。ママ大好き。7期の一番です。ほんまですか？ほんまか？アイアンは、そうなんです。ストイックなところとかめっちゃ憧れます。エンマ帳とデスノート書いて、デスノートは書いてない。
エンマ帳だけですよ、私書いてるのは。ハロー、ハロー。お姉さんも、お姉さんも身長高、お姉さんやって。お姉ちゃんも身長163とか。初見です、マイティ。華やかなオーラある。キラキラしてる？じゃあ今度周りにお花貼りますね。CD にマイティの生写真入ってた。あ、やった。交換しちゃダメですよ。ずっとお家に置いといてくださいね。話し会取ろうかもよ。マイティ決めて。じゃあ取らへん。取らへん。嘘。取って取りましょう。お話ししたい。どこで寝落ちしたの？ソファー。ソファーで寝落ちしちゃって。公園の腹痛だと170。うん、多分170超えてるかも。そうですよ、前3人がね結構でかくて、フーはマイ、アンジュの3人がね結構身長高いので圧力がすごそう。はじめまして、サラリ、ふざ、不真面目、ま、サラリーマン。真面目になってくださいよ。ヤンバナナナチャンプよ。そんな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 。明日の声あったから行くね。やった、楽しみ。今日のスキルタイムしようか。そろそろじゃあショールームの終わりの時間が近づいてきましたので、今日は11月の、じゃあ今日は全部ひらがなで書きますね。11月の28、はい、じゃーん、今日の記念。スクショしました。アーヤの役で踊って、そんなまだまだです。いつかね、同じステージというか、同じステージっていう、なんていうんやろ、近くで踊れるようになりたい。文字かわいい、イエーイ。11月、ふわ始めた、ふわ始めた。来月誕生日おめでとう。次の申し込みで取るわって、次のあれ、お話し会かな。前列が大きいのは迫力あっていいね。確かに。え、なんかね、レッスンの時に、あの絶滅黒髪少女の、あの何やったっけ、2番のあのピュアピュアのとこがあるんですけど、お相撲さんみたいな振りがあって、 そこを私、フーはアンジュの3人でやるんですけど、レッスンの時になんか前3人でかいから圧力すごいわって言われたのが思い出。明日公演ですよ、ユルピアイドル公演。明日確かね14時やった気がする。14時公演、公演目力強かった。私なんかね、目の使い方うまいってね先生に言われたことがあります。嬉しい。これ登録した、あ、その顔文字はねちょっとテロップにしよう。あれ、テロップの付け方、あ、わかった。だからつけますね。私の一つお気に入りの顔文字があって、これテロップ見てください。皆さんもうブログとかメールでも、あ、乱用っていうんかな、乱用してるこの顔文字、好き。マイティのオタはヒマラヤ山脈で。じゃあ皆さん山脈になってくださるですかね。くるくるの踊り目回らないの、カタルシスですか。え、聞いてください。あ、これはじゃあクイズにしよう、お楽しみに。ブログでよく、そうやった、見てくださってるんですね、ブログ。はじめまして、はじめまして。まいちゃんから見てアンジュちゃんはどんな子？
なんかね、最初は絶対なんやろ、見た目も大人っぽい感じやし、なんか大人っぽい子なんやろなと思ったんですけど、しかもなんかダンスとかも上手くて、なんか迫力がすごいんですよ。だからすごいよなと思ってたら、もう喋ったらもうダメです、もうアホ多分誰が見てもアホですよ。もう面白い、可愛い、ほんまにマイティに一目惚れしました。やった。じゃあ三目惚れぐらいしてもらわんと。顔文字登録してくださいね。お危な危な、あかん、ほんまに通報してまいそうなる。そう、次の配信何時にできるかちょっと分かんないんですけど、明日できるかな、ちょっとねまだ予定が分からないのであれなんですけど、そうクイズをずっとしようと思ってて、もう超激ムズ。そうだから皆さんぜひ来てくださいね。喋ったら印象変わるコース、確かに私も変わりました印象。おひひ、はじめまして、こんにちは、たまさん、こんにちは。他のメンバーも通報しそうになってんのかな、どうなんやろ、じゃあ後で聞いてみよう。マイティ検定、あ、いいですね、マイティ検定やろう。無理せんでいいよ、じゃあなんか楽しいからショールームやりたいうん、今日もやるね、やりたい、できるかな。はじめまして、はじめまして、リュウジさん、はじめまして、こんにちは、こんにちは。印象変わった、ほんまにいい方に変わった、なんか口乾燥してきた。あ、そろそろじゃあランキング読もうかな。ランキングを読みますね。私は5番目の方から、あのここのホワイトボードにお名前を書くっていうスタイルで行こうと思ってますので、じゃあ呼びますね、ランキング。まず13位、テンパチ R さん、ありがとうございます。続きまして12番、ジュニアさん、ありがとうございます、いつも。そして11番、ギジュさん、ありがとうございます、ギジュさん。10番、おぎおぎさん、ありがとうございます、いつも。9番、カドさんはもう3日連続ぐらいランキングに乗ってくださってる気がする、ありがとうございます。8番、ヤン008さん、ありがとうございます。そして7番、ユミカさん、ありがとうございます。6番、鈴鹿さん、ありがとうございます。5番、あやめさん、ありがとうございます。4番、末広さん、ありがとうございます。そして、あ、間違えた、5番から書くって言いましたね、私てへあやめさん、おい、ちょっと待ってね、あかん、頭皮映してた。はい、ごめんなさいね、5位からもう一度仕切り直してテイク2でいきますね。はい、5位、あやめさん、ありがとう。 OK、 次4位は末広さん、ありがとうございます。4位、末広、あか、また頭皮映してた頭皮配信になっちゃう。4位、末広さん、ありがとうございます。 OK、 では3番、ゆうすけさん、ゆうすけさん、すみませんね、この時間コメント読めなくてごめんなさい。ゆうすけさん、3位、じゃーん、3位、ゆうすけさん、ありがとうございます。ゆう、続きまして2位、テルビリーさん、テルテル
テルビリーに、テルビリーさんありがとう、イエイ。そしてタイある1位はユイットさん、やったユイットさん、昨日も1位やった、ありがとうございます。ハンドもう1個足しとこう、はい、ありがとうございます。よし、コメント読もう。ランキング時間かけたら時々入れ替わるよ。あ、そういうことか。じゃあパッパッパって、あ、せっか3位からにした方がいいんかな、どうなんやろ、また考えとこう。名前覚えてますよ。カラオケ配信、いやもう歌上手くないからな。でもいつかやりたい。フワが横で前のショールーム見てるんですけど。ミントって。あ、初見さん、ありがとう。タイあるって言ってた？5位からの方がいい？コメント見て。え、コメント？どこ？ちょっと待ってください。なんかフワがコメントしたい。あ、ちょっと待って。普通に読んだわ。初めまして初見ですって。普通に読んだわ。え、じゃあカラオケ配信とかもしてみたいな、じゃあ。もうそこにおんのにコメントしてくる。ニヤニヤしてる。うん。わかんない、今何分？わかんない。今？よし、2分ぐらい。じゃあ、もう終わりますね。あ、じゃあ最後にスクショタイムしよう。あ、先したっけ？食べよう。ちょっとコメント。え、また？え、わかんない、もうすごい前って言ったときもよかった。イエイイエイ、涙の表面張力歌ってください。歌いたい。これは誰でしょう。カシャ、なんか来た、うわ、映った。また来たコメント、こんにちは。こんなグダグダな配信にちょっとだけやったけど、来てくれてありがとうございました。夜できるかな、ちょっと時間がまだわからないんですけど、ありがとうございました、来てくれて。バイバイ、ありがとう、ありがとうございました。またね、切るで、切るで、切るで。お疲れ様、ありがとう、バイバイ。